孫さんのこと一番崇拝してる後輩は誰ですか反対に一番舐めてる後輩 <laughs> なんか怖いな怖いな俺を孫さんのなんか部下みたいな、うん、いやだからこれあれやろもうなんかそいつを締めに行くみたいなそうやな孫さんのこと舐めてるやついたら俺が許さねえっすよみたいなそういうことやろこれ絶対いやだから孫さんに聞いてもいやいやそんな孫さんに聞いてもそんなん分からへんっていうか押してくれないからその周りにいる人にまあ聞こうっていう 孫さんの方で一番崇拝、まあまあ崇拝っていうかまあその尊敬してる後輩。これはその、まあ後輩っていうか、まあガチで言ったら藤村じゃないまあ崇拝って言い方したらその藤村は <laughs> その、もちろん藤村は嫌がると思うけど、まあそのゲーマーって意味で言ったら藤村じゃないうん、その、まあそうやね。まあ本人はすごくものすごく否定すると思うんやけど、まあその、うん、崇拝って言い方おかしいけど、まあその本当にそう、 好きっていうか、うん、孫さんのことをこうちゃんと思ってるというか、まあ、愛がある感じかな、うん、だか本当に悪くは絶対言わないからどんな時でも、うん、どやっぱり結果的にはそのやっぱりこう孫さんにお世話になったとか孫さんはやっぱりそのどんだけその調子悪くて。 あの周りにね、それこそネットとか、周りの人にどんだけひどいこと言われてても、まあ、そういうのもやっぱママさんは、本当は強いから大丈夫やとか、そういうふうに常にやっぱり思ってるのは、俺は藤村やと思う、そうそうそう、文句言いながらでもやっぱり近くにいて、仲良く、どんだけもしてるっていうのは、そう感じるかな、そうやね、だめなとこをね、だめとちゃんとなかなか、ね、大人になってそんなこと言ってくれないからね。 基本的にはね。で、あん一番舐めてる声、舐めてる後輩。いや、そんな人おらんと思うけどなうん。いやいや、そんな人いないけどないないいない。うん。あおさんのことはもうみんなそれはね、尊敬してますよ。うん。まなるおとかそうなんかな。まぁ、あ、なるもとかも仲いいイメージあるよね。うん。なるおと、まぁ、おさんは。なんか、後輩っていうかもう友達 なんか感じするよねねあの2人は、ねうん、ガチで仲いいのかな、まあ、地元も近いしね。じゃあ、る尾ということで。うん、一番なめてる後輩は。うん、はい。えー、<っ>クリスマスが近づきました。奥様、お子様へのプレゼントは何考えていますかえー、またクリスマスで印象に残る思い出などありますかクリスマスが、あー、俺、まだ10月やから、全く。全く考えてないな。12月 ぐららいかか意識するかなてかその結局プレゼントって相手が今どういうものを欲しがってるかっていうののゲームじゃないですかだから10月の時点で欲しそうなものっていうのがね12月の時点どうなってるかとかもかんないから割とその時の近い時に決めるかなそうだね12月ぐらいまあ、プレゼントね例えば 子供のそのプレゼントとかに関してもまあ今どういうものに興味があるのかとかうん何あげたら喜ぶかなとかもうーん今の時点ではまだちょっと判断ちょっと難しいけど去年何あげたっけな覚えてないな誕生日はその自転車みたいなやつそのまあ運動できるやつをあげてんねんけどまあクリスマスはでもなんか地域的なものがいいねなんか頭の体操になるような ものがいいかなまだクリスマスで印象に残る思い出うわーないなーうわークリスってこれクリスマスなんか全然あれだなまあ無難なことしかしてないよねクリスマスまあそれこそなんかエルエルミネーションルミネーションエルミネーションとか見に行ったりとかスプリングウィルスありがとうああまあずっとゲイセンタだからやっぱあれよねそのまあ基本的に ゲーセン勢は、クリスマスにまずゲーセン来ないやつは舐められるんですよね。なんかね、それはでもかなりあったね。クリスマスにゲーセン来ないやつダメだよねって風潮は、相当あった。ゲーセン内では。ああ、あいつ、ってかあいつ、見え張ってるだけだろう。あいつ、みたいな。とかもあるし、あ、あいつクリスマスごときでゲーセン来ないんだ、みたいな。相当、なんかね、裏で、悪口を言われる。 で大体がそのエアなことにされるそのあ,あいつ見え張ってこんかったなみたいなとかあ,あいつゲーセンよりその軟弱な,なんか女を取ったかみたいなそのそっち取りやがったかみたいな,なんかナンパものやなみたいなあいつはもう俺たち仲間じゃねえなゲーム好きなやつじゃねえなみたいなそういう風潮はあったねうんだ ゲーセンに行くっていうのは、まあ、ゲーマーにとって結構、ステータスというか、それがイベントごとみたいな感じだな。どっちかっていうと。あえて、ゲーセンに、まあひ、そう、くっそ卑屈。<laughs> そう、くソ卑屈なんですよ。でもまあ、それはあったね、実際。まあ、ゲーセンではそういう文化ですよ。そういう、あのー、世間で良しとされる、することを、しなければしないほど評価されるっていうのが、ゲーセンなんで。だからほんまになんかちょっと新しい服とか、 着ていくだけで、すげえいじられてたからね、俺。あのー、若い頃、10代の頃とか、なんかちょっとこう、買い物とかして、服、なんか行ったら、お前何やねん、その服、みたいな。なんか、何ゲーマーがおしゃれしてんねん、みたいな。若さをアピールすんな、みたいな。なんかもう、ボロカスに、うん、ゲーマーたるもの、おしゃれなんかしたあかんぞ、みたいな。<laughs> よう言われてましたからね。あ、そうなんや。ゲーマーってお,おしゃれしたあかんねんや、みたいな。そんなことしようかあかんねん、お前は、みたいな。 いや、ほんまにだから、いやいや、そんな感じ、いや、トーマスさんは服好きやから、トーマスじゃないねんけど、いやいや、そ,いやそんなん、よう言われてましたよ。うん。そういう文化でしたね。うん。だそれで、なんか、これいいね、みたいな、垢抜けたね、みたいなこと言ってくれたら一人もいない。ゲーセンでは。許さんぞっていう、よう言われてたから。はい。あー、確かにゲーセンで集まって、確かに、あのー、あの、あゲーセンで集まってパーティーは、確かにやってたな。ゲーセンにピザ頼んでたもん。 今考えたらあかんな、それ。やってた、やってた。え、で、えー、まだ間に合うさ、VTuber 転生。まあ、これはだから、もう、俺は、もちろん、考えてますよ。まあ、今はまだ、あれですけど、もう、これはもう、いつか、そのうちアライグマみたいな感じで、いきなり新生の VTuber 出てるかもしれないんで、まあ、その時はちょっと、皆さん、あれね、前世をバラさないように、新人としてちょっと、盛り上げてください。いや、俺、だからもう、あのー、 ガチでやるから。今までの名を全て捨てて、転生するから、やるときは。だ俺って思っても、あの、言わないように、お願いしますね。<noise> 模型の空港事件の時って何で模型だけが戦えたんですかえー、もしかして模型は全ての肉親も成功なんですかどうしたら俺は模型尊敬します。<laughs> 覚えてないけどな <laughs>。いや、模型だけが戦えてたかないや、そんなことはないと思うけど。いや、あんまもう覚えてないないや、いや、別に、あのー、 全体的にみんな言われてたと思うよ。うん。まあまあまあ、普通にちょっと、炎上はしてたよね。まあ、その、どうしても、まあ、もちろん、あのね、あれをやったこと自体は良くないことないけど、まあ、やっぱりプロゲーマーって仕事自体が、その、炎上はしやすいよね。うん。だやっぱり、その、どっかでみんなさ、ゲームやってて仕事だみたいなところは、 多多かに少ながややっっっぱぱ思ってる人がやっぱ多いわけですよでもまあそういう時代やからまあまあまあそういう仕事もあるんだなでみんな受け入れてるけどでもそこでやっぱ何かあった時にホラーやっぱりみたいなホラーあいつらそんな大したやつじゃねえよみたいな、うん、ダメなやつばっかじゃねえかみたいなっていう,うなやっな対象には常にやっぱなる、うん、なりやすいからまあやっぱりそうそうやっぱプロゲーマーのやつらってやっぱそんなやつらばっかじゃねえかみたいな風にはどうしても、うん、思われるのは仕方ない。 かなみたいなね。うん、でもそのゲームでやっぱね仕事してるっていうことに対してやっぱりそんな基本的にはやっぱよくは思われないやっぱり、うん。よく思われるわけがないんですよね。っていうのがそのなんか一つのきっかけでこうバーッと攻撃に変わるっていうのの <laughs> まあまあまあというそういうのもあったんかなっていう感じはしましたけどね。はい